テーブョはジャ長者株が今日も撮っていきたいと思いますね。えー、この YouTube ソロバチャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側からコクシもつけていただいております、えー。たまって金額に関してはですね、えー、ちょっと直近でコウカード、えー、ゴリ先生のコウカードを作りましたんでね、こんな感じで。 500円分ですか、えー。これをちょっと、えー、全国のそろばん算学習をしている仲間たちにですね、えー、数に限りはありますけどね、えー、少量ではあるんですけど、少しずつお配りしていきたいと思います。えー、またこちらのチャンネルでですね、あのー、具体的な、えー、配る方法等々を発表していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またそういうような考えにですね、えー、賛同していただける,いただける方を、もしよろしければ、 えー、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今日のテーマですね。えー、学校の学びは確かに大切だけど、それ以外にも学んでほしいことがあるというテーマでお話ししていきたいと思います。えー、当然ですね。 えー、学校で教わる学び、えー、大切なことが多いと思います。ただですね、あのー、それ以外にもですね、あのー、学校以外でもですね、あのー、学ばなければいけないというかですね大切なことって結構あるんだなというのが、えー、ありますのでちょっと今日は、えー、そんなお話をさせていただければと思います。 えー、うちの息子がです、ね、今、大学生、えー、大学1年生ですかねで、よく息子に話すんですけど、あのーまあ、大学4年間の間にです、ね、1回自分でビジネスを立ち上げてくれという話をしております、で実際にじゃあビジネス立ち上げると言って会社を作ってです、ね、あのー、資本金を例えば300万円ぐらい用意してとか、えー、今、 そういう時代ではないですよね。えー、そこまでやらなくてもですね、あのー、例えばネットでお店を開くなら、ベースみたいな感じで、えー、ベース、あのー、ネットでお店簡単に開けられるんですよね。当然、ベース以外にもいろいろとそういうものはあるわけです。で、あのー、簡単に、まあ、何をゴリ先生がその息子にベースというものを利用して、 えー、ネットショップを開いて、えー、学んでほしいか、そのビジネスの流れを学んでほしいんですよね。えー、自分で商品、何を売ったらいいのかとかですね、じゃあ、えー、その売るものが決まったら、じゃあどうやって仕入れればいいのか、じゃあ利益はどれぐらい乗せれるのか、えー、果たしてそれを売ったときに世の中のニーズには合っているのかとかですね。 非常にビジネス上で学ばなければいけないことって多いんですよね。で、実際にこう、机の上で、机の上で学ぶことよりも、えー、実際に自分が動いてお店を開設してですね、えー、商品を探して、えー、利益の計算をして、えー、実際自分が動くことによって、えー、学ぶことって多いんですよね。 でじゃあ、それをです、ね、ぜいぜいうちの生徒のみんなにもですねあのさすがに、えー、小中学生がメインですから、えー、ネットショップを開けなんていうのは言わないですけどただ、今後例えばじゃあメタバースというキーワードがある、えー、であれば、えー、自分でちょっと調べてですねそのメタバースの世界に、えー、飛び込んでもいいあの今、タブレットや携帯や、えー、PC えー、子どもたち、非常に操作上手ですからね。で えー、そういうような世界に飛び込んでみてです、ねあの、大きくなったとき、社会に出たときに自分が今度は、えー、利用する側でなくてです、ねあの、メタバースの世界を作る側、えー、遊んでもらう側に回れるようにです、ねえー、学んでもらったりとかです、ね、あとは、まあ、金融の勉強、えー、なんかもしても面白いと思いますよね。あの ですから、まあ今回のメインは、例えば、えー、学校の授業についていけないであるとか、あのー、例えば何かのタイミングで学校に行けなかったとしても、えー、当然、まあ、行けるに越したことはないと思います。あのー、学校で学ぶことも多いですからね、あのー、友達関係であったり、その集団の中で、えー どうやってあの自分のポジションを確立するかとかそういうことも学べますからね、当然それは大前提としてい、えー、けるんであればそれに越したことはないんですけど、ただ、ただ、何かしらの理由でですねあの学校に行けなかったとしても、えー、外で学べるもの、外で身につけれるもの、スキルっていうのはあ,のあるわけですよね。えーあのー 例えば学校に行けない間に英検を積み上げておく、数学検定を積み上げておくとかですね、あとはプログラミングの学びを学んでおくとか、いろいろとこうやること、やるべきことっていうのは多いんじゃないかなと思うんですね。当然あの、学校で教えていただく授業は大切だとは思います。ただ、それだけではないということなんですよね。それ以外の外の世界にもですね、非常に身につけておく知識、 というのは、えー、多いんだよということを今回お話し,したかったのでこんな動画にさせてもらいました、えー、最後までご覧いただいた方ありがとうございますそれではまたお会いしましょうバイバイズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください